Buddy Fight Triple D! Let's start Buddy Fight together! The new Impact Monster enters the fray! Three types of Buddy Fight Triple D start decks! On sale March 4th, 2016! Bushy Road! Vanguard Z! Awaken the Rampage! New Batama, Tachikaze, and Spike Brothers! Master the new powers of these three clans! Tactical Booster, the Reckless Rampage, now on sale! Bushy Road!闇ゲローを封印しなければ地球に未来はない。ノボルもマガツ先輩も天の鈴先輩もケムラも轟先輩も天部のじっちゃんもそして雷鎚も救えない。できるだろうか僕たちに。まだ希望はある。そう、僕らにはまだバディファイトがある。てめえとファイトしなきゃ通れねえってか。イニシエよりファイトに敗れた者は石になると定められている。石になるのはそっちだっけ。どうよ、こちとらやる気満々よ。引かぬというのだな。当たり前だのクラッカーだぜ。ならば始めよう。闇結界発動。限界のその先へ君のカードが導いてくれたり。夢のありか、これはリファイ。君がつまずいたしているから、空を見上げれば続いてくれ。いよいよ大詰め。7人目はなんとも男臭いこの2人、轟玄馬選手 VS 百鬼ハンター選手。マウナヤングにバカ受けだぜ。ゼミナイ天魔連合よろしく。イニシエの竜よ、目覚めて世界に破滅をもたらせ。難攻不落、完全無欠、ゼミナイ爆竜拳。バリオープンザクラック、エンシェントワールドキー。エンシェントワールド。先行は轟玄馬選手。あ、もしもし母ちゃん、どうじゃ、なんとかなりそうか。わっはっは、わしを誰だと思っておる。絶望の迷宮の支配者にして大魔術師、魔王ガーグナーじゃぞ。わしがここに残って地下迷宮を元に戻そうとしていたとは、さすがの闇毛どうも気づかなかったようじゃの。そんなことはいいから早く頼む。わしらには時間がないんじゃ。あ、ごめんごめん。迷宮よ、元の姿に戻るがよい。誰だ、我の迷宮を元に戻そうとしている者は。よし、全員の現在位置と目標への最短ルートが分かったで、ボンジュール。どうじゃ、あーちゃん、うまくいったかい。お、大成功じゃ、母ちゃん。さすが我がバディじゃ。あれか、我に立てつく目障りなハエが石にしてくれる。
迷宮が元の状態に戻っている。携帯が使えるようになったよ。これでやっと相棒学園まで行ける。ああ、元に戻った拍子にはぐれてしまったでしゅ。どこにいるでしゅか。待っておくんなぜ。ん？お控えなすって。手前、正国と発しますはヒーローワールド。姓はしがみね、名はムクロ。無宿徒生のしがない旅人にござんす。君の噂は聞いているでしょう。ちょいとお尋ねしたいことがありやして、こんなところまで参上いたしました。先生はキャプテンアンサーというヒーローをご存知で。炎王対決、バーンノバ VS ゲノムノバ。エンターにバディコール、フライ四角炎王ゲノムノバ。ドラゴンヘッド、サイズ3、攻撃力9000、防御力6000、打撃力3、貫通ライフリンク5、そしてもう一つ能力を持っています。ベノムノバファイターにアタック、炎王破眼剣。ダメージ3を与えてザ・ムーブエンド。兄貴なかなかのパンチだぜ。キャプテンアンサーですか。その、まさかご存じないとでも。そんなことありません。もちろん知ってます。かつてこの世界で大活躍した有名なヒーローですからね。彼は足のいたヒーローワールドでも大ヒーローでござんした。ゲージにお払い、レフトに来る。バリバリ竜王チャンピオンローダー、超バリバリだぜ。ライトにバディーコール、ドラゴンキッドデッキ。俺っちの出番だっけ。チャンピオンロード、デノブノバにぶっ込め。おらおらおら、デノブノバの能力発動。ゲージにを払うことで場に残る。何？デノブノバは滅びぬ。なら何度でもぶっ込んでやるぜ。チャンピオンロードの2回攻撃ぶっ込め。かつてヒーローワールドを滅ぼしかねない戦いがありやした。それを見事に解決したのがキャプテンアンサー。彼のようなヒーローになりてえ。わしも憧れたもんでござんす。けれどそれは叶わぬ願いでして。なぜならわしはダークヒーロー、いくら悪党を倒そうと日の当たる場所には出られぬ定めでございます。破天荒アスラオ。無駄無駄無駄。ゲノムノバの能力発動。ゲージ2を払えば何度でも復活できちゃいます。まさに難攻不落の巨大な壁だ。冗談はヨシコさんだぜ。何人たりともベノムノバを倒すことはできぬ。絶対に倒してみせる気。力なき者は去れい。ドローンガージアンドダーラー。ただのドローなのにすごい気合いだっけ。トドロキ選手、魔法でゲージとナイフと手札を増やした。灼熱の腕、バーニングライトブルーダーをライト。絶対レードの腕、ウリザードレフトブルーダーをレフト。完成！ベノムノバ、狂炎竜フォーメーション。ウリザードレフトブルーダーの能力、氷結牢獄。敵モンスターすべての防御力を5000下げる。バーニングライトブルーダーの能力、爆炎ゴーハー。防御力2000以下のモンスターを全て破壊する。リンキー、俺が持ってるライフリンクだけでも。リンクカット、バリバリ感謝だぜ。俺っちももう。おっと、リンキーのライフリンクでダメージ1だ。兄貴、足を引っ張ってすまないっき。ま
前は最高の男だぜ。兄貴、貴様は俺には勝てぬ。このベノムノバがいる限り。寝言は寝ていえ。キャスト、ドラゴンシールド、男気の盾、防いだ。 The Move End。闇ゲドを封印すりゃ、いくらダークヒーローといえど脚光を浴びるはず。けれど一つ問題がありやして、闇ゲドを封印できるのは各ワールドの核王だけってことでやした。ライフ2を使い、キャスト龍骨聖水、薬器ハンター選手、ゲージをよく増やした。ゲージさんを払ってレフトにコール。天理覇王ヤングザッキング、センターのベノムの場にぶっ込め！インペリアルバレット！キャスト、ドラゴンシールド、男気の盾！しくしょうが！薬器ハンター選手、防御力6000のベノムの場を倒せないと見て、ブリザードレフトブルーナを破壊し、ザ・ムーブーエンド！足としてもこの機会を逃すわけにはいきやせんから、核王の証とやらをお譲り願えないものかと、いろんな方々にお願いして回ったんですが、皆さんなかなか首を縦に振っていただけやせんでした。核王ってのは武装鬼神デュナミスって偉いモンスターが各ワールドから一人ずつ選んで癒して、刀、マジック、ダンジョン、エンシェント、ドラゴン、スタードラゴン、レジェンド、デンジャーワールドでござんす。ところがなぜかヒーローワールドからは選ばれていない。妙だと思いやせんか。ヒーローといえば人を救うのが専売特許、真っ先に選ばれそうなもんですがね。轟選手、3度目の竜王連でライフとゲージを増やす。そして再びブリザードレッドブルーナをゲストにコールだ。ダブルブルーナの能力が合わさってヤングザキングに襲いかかる。くっ、俺も焼きが回ったか。甘えよ兄貴。おう、また任せろ。てめえらの仇は俺が撃つ。超旋盤、貴様はベノムノバの前にひれ伏すのだ。轟選手の言う通り、ベノムノバの打撃力3、アタックが決まればライフゼロ、ゲームエンドだ。聞いたぜ。だがな、俺はここでぶっ倒れるわけにはいかねえのよ。そのカードは、ゲージさんを払いセンターにコール。四角炎をバーンのだ。俺のライフがゼロになったとき、四角炎王バーンノバは俺の持ってるもの全てを捨てればライフ1で復活した上でコールできるんだよ。俺のライフは12、そしてセンターはベノムノバ。所詮は悪あがきに過ぎぬ。ちょいとヒーローワールドに戻って調べたら面白いことが分かりやした。実はヒーローワールドからも核王は選ばれておりやした。ただ自分の世界を守る戦いに時間を取られ、闇ゲドを封印に間に合わなかった。残念な話でござんす。もしその話が本当だとすれば、ヒーローワールドから選ばれた核王の正体とは。そう、キャプテンアンサーでござんす。バイショーツ。 Join the wizards from Fairy Tale in this great adventureGather your strongest team and join the hottest battle. Trial deck and booster pack now on sale. Bushiroad. Card Fight Vanguard G. Let me show you my trump card. Bring it on. Stand up the Vanguard. Booster pack Moonlit Dragon Fang now on sale. And check this out. Yaki Hunter 選手、以前圧倒的に不利な状況で You are Move です。ドロー、チャージ&ドロー。幸いの竜フォーボルカを捨ててゲージにプラス。西へより、手札がなければ戦にならぬ。見せてやるぜ、俺の射程の心意気を。ゲージにお払い、
ドロップゾーンの炎王の射程リッキーを手札に戻す。なんだと。ライトニングコール。これっちこそはドラゴンキッドリッキーの進化形態、炎王の射程リッキー。ただいま参上だキンと。兄貴気合いだっけ。あんなまだ攻撃力が5000プラスだ。彼かな、キャプテンアンサーから核王の証を奪う気でしか。やめておきやしょう。強引な手を使ったのは失敗でやした。おかげですっかり皆さんに嫌われたようでして。しがみでか。実はあっしも自分がどうすればいいかわからなくなったんでござんす。だからキャプテンアンサーに会えば、憧れの人と話ができれば、自分が何をなすべきなのかわかるような気がしやしてね。会えるでしょうかね、キャプテンアンサーに。かかってこい、バーンノバよ。タイマン上等。来なくちゃな。異界攻撃炎王爆散コア貫通炎王は滅びる。またまた復活。しかしこれでトムロク戦士のゲージは尽きた。我がヴェノムノヴァを倒すとは。だが俺を倒すには至らぬ。俺っちを忘れちゃ困るっけ。このリッキー様がとどめだっけ。イニシエより我が敗北は定められていたというのか。ゲームエンドウィナー百鬼ハンター。見事だったぞ百鬼ハンター。イニシエより正義は勝つと定められている。あとは頼んだぞ核王たちよ。やれやれ、めんどくせえこと頼まれちまったぜ。でも頼まれたら嫌と言えないのが男だっき。その通りだっちゅうの。最後に残された者よ、我と同化し最強のファイターとして生まれ変わるのだ。いつもの勢いでワープしちゃったけど、ここは一体どこなの。タコスケ、え、最後のファイトがもう始まってる。マジでタコキュン。こうしちゃいられないわ、現場に向かうわよタコスケ。タコキュン。ワープワープ成功。サクナパルコ、一生の不覚、ファイトに出遅れてしまいましたって。これは本当にケムラ聖書なのか。一段と鬼木なっております。現在ケムラ聖書ライフ3、一方カザネ聖書はライフ6。ケムケムくん、どうしちゃったの。どうやらケムラ聖書のユアムーブのようです。ケムラ選手、センターにペンマペガサスをコール。ケムケムくん。最終覚醒が近づいたことで闇ゲドウの力も増大してやす。その力が一気にケムラとかいうファイターに流れ込んでるんでござんしょう。お嬢ちゃんには酷な相手でござんす。ここは一つあっしが代わりにこの勝負引き受けやしょう。ですからあっしに先生。カザネ選手、ライフ2でユアムーブです。あんなの本当のケムケムくんじゃない。七角中央ドン伯爵の能力発動。ライフ1を使い、ドロップゾーンからライトに復活。
黄昏の機関車。チャージ&ドロー。ウルフマンガッツをセンターにコール。コールぜ。みんなお願い、早くケムケム君を助けるために力を貸して。キャスト、デュラハンの号令。まずは我が輩がセンターを開ける。パラソルさん、お願い。いいな、クロワーノ。ケムラ選手のセンターが開いた。もはや風船のファイヤーだ。早く終わらせて。ウルフマンガッツ、ケムケム君にアタック。いかん。任せてください。アキレウスの盾をキャスト。ダメージを軽減した。我が輩を先に攻撃しておくべきだったな。軽減したとはいえ、裏下道衆のファイターはダメージを受けた。故に我が輩の能力を発動する。ワイルドウェイ。このままでは風音が。いやー、7個。トワイライトカウントの能力はファイターがダメージを受けた時、相手のライフを1奪う能力だった。そんな風音が負けた。石井さん一番へ。ゲームエンドウィナー、ケムラ。どうしよう、私。まずいぞ。急ごう、ジャック。ああ、ま、せいぜい頑張ってください。あんら、とうとう負けちゃったの。彼らにしては頑張ったと思うよ。多少の時間稼ぎにはなった。このままでは、せめて風音だけでも。ダメよ、パルソルさん。あなたはキャプテンアンサー。どうして、どうしてアンサーさんが。私は多くの失敗をしてきた。だが失敗は取り返すためにある。一度の失敗にうつむくな。もう一度トライアゲインだ。私のせいで、アンサーさんが。こいつ、まさか。そうか、9人目の格王か。ならば。アンサーさん。私がどこの誰なのか風も知らない。私も知らない。分かっていることはただ一つ。闇外道様のためにお前を倒す。ジュエス。行くぞ、2対1のファイトだ。2対1だと。そいつはチートばかし卑怯がすぎやいたしませんか。どうしてお前がここに。それより2対2と行きましょうや。先生。 Buddy Fight 100! I'm Tiger! Witness the strength of the Inverse Omnilords, born from Yomi Ghetto! Now bring it on!Terror of the Inverse Omnilords on sale February 26, 2016. Bushy Road. Vi Schwartz, are you ready for another battle? Admiral, we are ready for launch. Kankole's Second Fleet Booster Pack now on sale. Bushy Road. Task 先生のバディポリス講座。今回は裏四角炎王ベノムノバについて解説するよ。はい。闇の炎であらゆる攻撃を寄せ付けない裏核王のカード。ライフリンク5を持っている代わりにベノムノバが場を離れるとき、ゲージ2を払えば何度でも場に残せるよ。何度でも。ゲージを増やすカードと一緒に使って鉄壁のモンスターを完成させよう。イニシエより決まっている、滅びぬと。
アンサーとケムラのカダネに対する容赦のない攻撃、それを目の当たりにするシガミ。今最も残酷なファイトが始まる。次回キャプテンアンサーオーバーロードの反逆で、お前もバディファイト。